新百合ヶ丘総合病院社会福祉士の島崎と申します。今回は介護保険制度の仕組みについてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。介護保険制度とは、介護が必要な人を社会で支えることを目的に2000年から始まった公的な保険制度です。今回はこのような内容でお話をしていきたいと思います。まず、サービスを受けられる被保険者とはということで、第1号被保険者は65歳以上の方、要件としては要介護状態、要支援状態にあること。第2号被保険者が40歳から64歳までの医療保険の加入者になります。第2号被保険者も要介護状態、要支援状態によるものが16特定疾病による場合は、介護保険サービスを利用することができます。利用負担割合は原則1割負担となっておりまして、前年度の所得状況によっては2割から3割の場合があります。次に、要介護認定の定義についてですが、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5の段階に分かれており、軽い認定の方が要支援、重くなってくると要介護4、5といったような形で、このような定義がなされています。介護保険の申請をするにあたって、まずはお住まいの市区町村の窓口へ申請が必要になってきますので、こちらを忘れずに行うようにしてください。申請自体はご本人もしくはご家族、あるいは指定居宅介護支援事業所や施設や地域包括支援センターといった窓口の方が代行してくれることも可能です。申請を終えますと1週間から10日ぐらいの調整期間がありますが、調査員ですね、認定調査員が調査に来て、ご本人さんのお話を聞き取りをしていきます。この調査を踏まえて一次判定、それから同時進行で、医師の方に、意見書というものを、かかりつけの先生に依頼していくのを役所の方で進めてまいりますので、この意見書も揃った段階で二次判定という審査が行われて、要介護認定、要支援認定という結果が大体1ヶ月ぐらいを目安に決定されていきます。この結果をもとにケアプランを作成して、サービスの利用開始というふうな形につながっていきます。介護サービスにはどんなものがあるのか、居宅系サービス、それから施設系サービスと大きく二分することができると思います。まず居宅介護サービスの種類についてですが、訪問介護、ヘルパーさんですね、それから訪問看護や訪問リハビリ、訪問入浴といったような訪問のサービス、それから通所リハビリや通所介護、デイサービスですね、こういった通いのサービス、それから短期入所療養介護、短期入所生活介護、これがいわゆるショートステイということになります。その他、福祉用具のレンタルであったり、小規模多機能型居宅介護といったようなサービスもございます。これら要介護度によってサービスの利用単位が異なってきます。介護保険サービスは介護度によって要介護1であれば18万円、要介護3であれば29万円といったような単位で表されるんですけれども、おおよその数字としてこのぐらいの金額のサービスが利用することができますということにはなるんですが、利用額、限度額を超えて利用した部分に関しては全額自己負担となりますので注意が必要です。その他、給付限度額外のサービスとしては、住宅改修ということで上限は20万円となっておりますが、1割負担の方であれば最大で30万円の控除をした場合、20万円の9割、18万円が支給されるといったような仕組みになっております。
この住宅改修は必ずケアマネージャーや地域包括支援センターに相談した上で施工するということになりますので注意してください。それから福祉用具の購入といったところで、レンタルになじまない排泄や入浴に使われる用具に関しては購入する必要があるため、要介護認定の区分に関係なく1年間で10万円を限度に介護保険から支給されることになっています。これらは購入した分の実質1割ないしは2割3割負担といったところで、1割負担であれば最大9万円まで助成が受けられるという形になります。次に介護保険のケアマネージャーさんですね。ケアプランを作っていただくにあたって、この介護支援専門員という方が必要になってきます。このケアマネージャーというんですけれども、このケアマネージャーは介護保険を必要とする要介護認定、要支援認定の方に対して、身体状況や生活状況、家族構成など多方面にわたる課題から必要とされる介護保険サービスの計画調整を行ってくれる方になります。また介護保険の申請の手続きのお手伝いであったり、役所の方から委託を受ければ認定調査員という形での調査を行うこともあります。これらの介護支援専門員、ケアマネージャーは居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、老人保健施設や特別養護老人ホームといったような施設の中にもいらっしゃいます。居宅サービスの利用例ということでお話しさせていただきたいと思います。要介護3の場合に、このようなサービスを1週間の計画としてケアマネージャーさんが作ってくださいます。身体介護、ホームヘルパーさんですね。このヘルパーさんに着替えであったり排泄であったり、デイサービスに行く準備をお手伝いしてもらったりということで、朝月曜日から金曜日まで来ていただける。それから月曜日と木曜日にデイサービスに行って、デイサービスでお風呂にも入ってくるというようなサービスを受けて、デイサービスに行かない日はお昼にもヘルパーさんに来ていただいて、お昼ご飯のお手伝いであったり排泄のお手伝い、内服確認のチェックをしていただくといったことであったり、訪問看護は看護師が来ていただいて、血圧のチェックであったり機能訓練ということで、リハビリといった活動もしてくださいます。その他、夕方に水分補給であったり排泄解除であったりといった形で1週間の計画を作っていくといったところから、ケアマネージャーさんにいろいろ相談して、作っていただくことができます。この場合には週末は娘さんが手伝いに来てくれるから助かっているとか、あとはデイサービスの利用の間にご家族が自分の用事を済ませておくことができるので、助かってますといった形で有効に活用しているケースになります。この方の場合ですと自己負担がどのぐらいかといいますと、訪問介護ということでヘルパーさん A と B と、時間がちょっと違いますので A と B に分けてますけども、これらと訪問看護、デイサービス、それから福祉用具のレンタルといったことを合わせて、だいたい月額で31,061円。これは事業所や地域によっても若干異なってはきますので、あくまで参考にしていただければと思いますが、介護保険のサービスのほかに配食サービスということで食事を届けてもらったり、家事代行などの介護保険サービス外の活用も有効であると思いますので、検討してもらえたらというふうに思います。次に施設系のサービスについてということで、老人ホームの種類を簡単にお話しさせていただきたいと思います。このように介護保険のサービスを活用できる施設というのは多様な施設がございます。介護付き有料老人ホームから特別養護老人ホーム、老人保健施設や介護医療院といったような公的な施設もございます。月額の相場が様々分かれておりますので、あくまでこちらの金額は参考程度にといったところでお考えいただければと思いますが、入所条件の中に介護保険といった認定が要介護1から必要であるとか、要支援からでも使えますよといったような規定が設定されていますので、
介護保険の認定を受けた上で施設の相談をしていく必要がある施設の方が多いといったところは覚えておいていただければと思います。それからまあ細かく言うと、認知症であったり痰の吸引が必要であったり、お食事が取れない場合に警備警官栄養であったり、あるいは最終的な看取りの場として対応ができるかどうかという施設であったり、まあ、施設の回転の状況に合わせた入所のしやすさといったところもこの表を参考にしてもらえたらというふうに思います。施設入所までの流れについて、まあ、あくまで一例ではありますがご案内させていただきたいと思います。まず、利用の申し込みの相談、それから、施設の方で必要書類を提出を受けて、書類選考をしていきます。施設の方で、書類選考の上で受け入れができそうだということになれば、実態調査ということで、ご本人さんの様子を施設のスタッフが見に来ていただいて、その上で最終的な入所の判定会議を受けて受け入れ可能となりましたら、入所日が決まるといったような流れが多いかなという、まあ、緊急時の対応などはまたこの限りではないかなと思いますが、一般的な流れとして覚えておいてもらえればと思います。それから医療と介護の連携の多様化ということで、まあ、急性期病院、それから回復期リハビリの病棟であったり療養型の病院といったら病院群といったところと、まあ、老人保健施設や特別養護老人ホーム、有料老人ホームといったような施設系の連携といったところも重要になってきてまして、まあ、この入院期間や入所期間のまあ短い長いといったところもまあざっくりと参考にしてもらえたらと思います。まとめですけれども、介護保険サービスには介護認定の手続き、申請の手続きが必要です。所得に応じ1割から3割負担でサービスが利用できます。ケアマネージャーさんと相談しケアプランに沿ったサービスを利用できます。施設入所にも介護保険の申請が必要になってきます。介護保険制度は公的な制度の中でも比較的新しい制度ですが、これからの社会を支えていくとても重要な制度です。ご本人ご家族の希望に沿った生活を支え、安心した暮らしができるよう行政機関や病院施設などに気軽に相談をしてください。